次期衆議院議員選挙の新たな和歌山一区に共産党の新人で元和歌山市議会議員の井本雄一氏が立候補することを今日表明しました。井本氏は今日共産党県委員会の下門勤務委員長とともに会見に臨み、次の衆議院議員選挙の新たな和歌山一区に党の公認候補として立候補することを表明しました。 井本氏は和歌,山市出身の58歳和歌山工業高等専門学校を卒業後、大阪市の土木設計会社で勤務し平成31年の和歌山市議会議員選挙で繰り上げ当選しましたが去年4月の市議選では落選しました。 伊本氏は、自民党裏金問題の再発防止として、企業や団体からの政治献金の全面的な禁止や軍事非強化の反対などを訴えるとしています。しかし、まあ今やっぱりこんだけあの国民の信頼を失った時っていうのは自民党にとってもないんじゃないかと、まさにこの今チャンス。 共産党を伸ばすチャンスで国民があのまともな政治にね変えるチャンスだなという時だと思いました。なお、次の衆議院選挙の和歌山一区をめぐっては、現在の一区選出で日本維新の会の現職、林由美氏が立候補する見通しで、参政党の新人、林本正孝氏が立候補を表明しています。